触れてはいけないことかもしれませんが、あの人の裏の顔を検証します。ハロー YouTube。下根塚さんのニュースの猫川にゃ、今日もレトド深ブ闇ニュてそう。これたこの前あのアニメの悠々白書見てたら、横にいたお姉ちゃんが、あ、アニメに出てる方ですよねって言ってきたわけですよ。いや、それタルカレコンズやろ。前やったわ、それ。と思ったんですけど、そしたら、比叡さんですよねって言われて、はあってなって、いや、このおでこのとこに、第3の目。 ブスガンが発言してますん。誰がブスガンやねん。割れた鏡の中の中で話題に。何度でも何度でも君の窓を叩くから今日はですね。俺の太郎ちゃんが大変なことになってます。話していきたいと思います。つってんねということでね。やっていきましょう。全部デマじゃない方の太郎ちゃん。セメント太郎さんが話題です。あるインフルエンサーがネットでこんなこと言った。まあ、日本の いわゆる核ファンザー製剤やファンザでできてる物質ですけどね。夢の物質やでそれこれっていつまで経ってもなくならないよな。撲滅運動警察いっぱいやってるけど、ずっとあるよなと。あれなんでか知ってるかあれの元締めって誰か知ってるかと。ね。それは893でもなければ、海外から来てる魔のフィのアでもないと。それは政権の中枢に座っているあの男。セメント。 タロだ。いや、これコスプレやなかったんかい、これ。ガチンのやつやったんかい。彼はそれをある人から聞いたと。それが新宿に、 めちゃめちゃ有名なある病院があるんですよ。その病院って、いわゆる、ファンザ抜きをしてくれる病院で有名で、いや、ファンザ抜きはダメだろう過去、青いウサギも行ったということで有名なんですけど、この歌舞伎町界隈のやむにやまれる事情の人が行くところなんですけど、そこの院長って、まあ、そう闇事情にもめちゃめちゃ詳しいわけですよ。彼が、元爪 タロやでって、ひせひせそれ。いや、タロちゃんは、水道の元締めであり、葬儀利権の元締めであり、日韓トンネルの元締めではあるけど、ファンザの元締めではないだろうって。ファンザの元締めは、会長の亀山剣士でやかましいやん、お前これ。ファンザにどん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 寄っていって。 それで許されると思うなよ、お前そう,そうそう。ファンザ勢力から消される、お前。で、これが結構ネットでね、ま、あいろんな人に拡散されて、これは怒られるぞ、つって。これなんでこんなこと言われてるかっていう。まあこん 今日ちょっとと深深掘掘りりしてみたいと思う深掘りすなお前、まあ、こう太郎ちゃんの家系って超華麗なる一族でお馴染みじゃないですか。皇族も親戚だし、裏千家とか文化系の身内もいるし、そして何より自身も総理経験者だが、おじいさんはあの戦後日本を復興させた男、吉田茂なわけですよ。まあ、超華麗なる一族。福岡でも めっちゃ金持ちで、昔は駅から彼の家まで全部自分の敷地だったって言われてる伝説の大富豪なわけなんですけど、そんな彼ね、ルーツをもっとたどるとっていう話な、吉田茂の義理のお父さん。 の吉田健造さんっていう人がいるんですけど、この人って横浜で貿易商をやってたんですよ。で、その貿易商をやっていた、働いていた場所が闇だっていう話、シャーディン・マセソン商会って聞いたことありますか幕末から明治維新後にかけて、 日本で活動していた、まあ、貿易の会社なんですけど、長州と深くつながりを持っていて、倒幕に一役も二役も買ったと言われているフィクサーの一つ。これ、イギリスの会社なんですけど、実はアレチャイルドの経営する会社なんですよ。で、先ほどの義理のお父さん、吉田健造さんは、このシャーディン・マセソン商会の三代目横浜支店長を任されていた男なんですよね。 で、この会社っていうのは、まあ、食料や衣類など普通のものも扱ってましたが、武器や、いわゆる魔の矢の苦も扱っていた闇の会社でもあったと。当時、真ですけど、あの辺のんを多く売りさばいていましたし、またその見返りにアジアから銀を巻き上げていたんですよ。この貿易によって、ロンドンのシティに莫大な富をもたらし、後の大英帝国の礎を築いたと。 とも言われている、この会社の支店長が、この吉田健造さんだったんですね。要するに、この会社が、明治維新以降、この東アジア地域で築いた、魔の矢の句の利権を、そっくりそのまま、息子、義理の息子の吉田茂さんに受け継ぎ。 そして、その利権は、未だ、あの家が持ってると。だから、この、いわゆる、核ファンザー罪の元締めは、あの人である。っていう、まあ、言説が生まれたわけ。まあ、どうなんでしょうか。ね、この、シャーディン・マセソン商会って、結構な闇を抱えてると言われていて、長州ファイブと呼ばれる、イギリスに密航した幕末の志士たち。その中には、伊藤博文や、井上薫ら、 後の日本政界を作る人たちがいるんですけど、みっこに手助けしたのが、シャーディン・マセソン商会だって言われてるんです。この会社は、自身が関係した人物から、次々と首相を生み出すことに成功しているわけ。実は、日本って、明治維新の際に、イギリスにその主権を全部譲り渡し、未だそれが存在するっていう話があるわけ。そして、この会社が関係した人物が、首相に何人もなっているというのは、実はそっくりそのまま、 あの国の意向である。そして、現在、太郎ちゃんは、水道の民営化というものをずーっと推し進めているんですけど、それは身内に外資系水道会社の役員がいるわけですよ。これ、実はまた売り渡そうとしてるっていう説があり、そして、日韓トンネルの研究会の会長でもある彼。 そして話全然変わるけど、ミャンマーといえばゴールデントライアングルですけど、このミャンマー協会の会長も実は、この 未曽有。なんでございます。気のいい漫画好きなおっちゃんだってみんな思ってるかもしれませんけど、まあそれはそのままその通りなんですけども、実は彼の華麗なる一族、この家系にはそんな闇が見え隠れするかもしれないと。現在ネットで囁かれている。ファンザの元締めは亀山会長打説。それは事実なんですけど、それまで、あれあ、え 今日何の話でしたっけファンザのセールの話。皆さんはどう思いますかでもまあはっきり言っていいですかもう全部嘘です。全あ、全部あそ、そっちの太郎も一応出しとこうかなっていう。優しさ太郎、これ。違いますよ、と。ね。あの人が本当に元締めているのは、ハローワークですよ。今まで何してたんだ好きこれ。これはもうハローワークの元締めでいいでしょ、これ。ね、ということでございまして、お後がよろしいようによろしくなりました。 亀山の下りもう一回やって、いや、DMM のファンザーの元締めは亀山ケース会長です。合ってるね。ここだけは事実。朝、希望を持って目覚め。昼は懸命に働き。夜は感謝と共に眠る。その気持ち。 あ、これも好きです。まあでも実は今そんな自民党が激震っていう話なんですけど、東京地検特捜部が自民党に対して捜査を行うと発表しました。これ5つの巨大派閥が不正なお金の流れがあるんじゃないかということで、今メスが入ろうとしているんです。知ってました。それと時を同じくするように連立を組んでいるあの党の支持ボ母体、某そうな難だ研究会の会長が亡くなったと突如ニュースで出てきた。 これ実は、かの党の権力基盤が今崩れつつあるっていう説があるんですよ。ちなみに、このブーサちゃんの資産は、なんと1兆円超えだということが囁ささかれています。一説によると、実は11年前にすでに亡くなられている説というのがあって、11年もあれば、この1兆円はおそらくどこかに移転してたんじゃないのか。要するについ先日公表された理由、それは1兆円の メドがついたからという話なのかもしれない。そして、瓦解する。言与と。まあ、首相が追悼をね、SNS で表明して、ちょっと問題になってますけど、その直後に、教団本部の方に、聴問に行ったっていうニュースが流れてましたね。100歩譲って SN、SNS の投稿。これ、例えば、自民党だけじゃなくて、立憲民主党の泉健太さんも投稿してた。何投稿してんだお前。関係ない、あるの。 あんのまあ、してたんですけど。まあ、これはヘアぽい譲ってね。まあ、別にそれぐらいいいかっていう話かもしれませんけどね。本部に弔問はやりすぎなんじゃないのかって僕思いましたね。靖国神社には行けないのに。なんでそっちには行けるんだい踏みよそう思いました。まあ、それもこれも、実は今捜査の手がかかりつつあるからの混乱が今生まれてるのかもしれません。北朝鮮偵察衛星30日までに打ち上げ。 締めくくりたいと思いいますいや、行くテポ来るテポやめていけるいける飲んだ湯のみを張ったと落とし、小膝叩いてにっこり笑い。ありがとう、テポ村淳です。ありがとうてこと。 Altyazı M.K.